こんにちは、ディースケです。ということで本日は8月第1回目となりますレゴニュースをお届けしちゃいます。まずは今週のトピックスから、モジュラー祭りだ、わっしょいわっしょい。ということで、いきなりリーク情報からとなりますが、レゴアイディアよりすでに製品化が決定していますボタニカルガーデン、こちらの情報が届いていまして、製品番号が21353、ピース数が3792ピース、価格 329.99 ドル、発売日はなんと2024年11月になるということです。もうご存知の通り、こちらのボタニカルガーデンは製品化するにあたり大きなデザイン変更がなければモジュラービルディングモデルの植物園になるんですが、ちょっとこれとんでもないことにもなっています。というのも2024年11月にこのボタニカルガーデンが新作セットとして発売され、そして2024年6月にクラウドファンディングにて予約販売されました。こちらも同じくモジュラービルディングモデルのブリッククロス駅が11月頃に発送予定で、さらには毎年一つの新作セットが登場しているモジュラービルディングシリーズの最新作が12月1日に発売されるかもということで、このスケジュール通りであれば1ヶ月の間にモジュラービルディングモデルの新作セットが3つも発売されるという、未だかつて前例のないモジュラービルディング好きにはたまらなすぎる、いろんな意味でもとんでもないことになりそうです。まあもうね、価格のことなんですけども、ボタニカルガーデンが 329.99 ドルということで、既存のモジュラーモデルよりも高額で4万5000円から5万円くらいになるかなと。そしてブリックリンクから発送されますブリッククロス駅は3万5980円で、さらにはモジュラービルディングシリーズの最新作が通常サイズであれば3万2800円または3万1980円ぐらいになると考えると、1ヶ月間の間に用意すべき予算を考えただけでゾッとしちゃいますよね。まあもちろん僕はね、買うんですけどね。そしてレゴアイディア関連のニュースでもう一つ、レゴアイディア2023年第3回目製品化審査に進んでいました全42作品の審査が終了し、製品化される作品が決定しました。それがこちらの2作品で、チャーリーとチョコレート工場とイタリアリビエラとなりました。製品化決定おめでとうございます。まずはこちらのチャーリーとチョコレート工場、2005年に公開されたティム・バートン監督のファンタジー映画チャーリーとチョコレート工場をモデルにした作品で、その映画の中で描かれた川のように流れるチョコレート、キノコのように生えたキャンディーなど、見事にレゴで独特なあの雰囲気が再現されています。しかもこのチョコレートが流れ落ちる滝は動かすことができるということですし、もちろん映画で登場するキャラクターたちのミニフィグも付属するんですが、実際に製品化される時はどのようになるかはわかりませんけども、この作品のウィリーウォンカのデザインは1971年版のプリントとなっています。そしてもう一つがこちらのイタリアリビエラという、イタリア北西部の地中海に面した海岸沿いにある街並みを再現した作品です。赤い瓦屋根にカラフルな外壁の建物を中心に、そこに住む住人や観光客で賑わった雰囲気が再現されていて、建物のその中もしっかりと作り込まれています。あと人によって感じ方は違うと思いますが、この作品僕の中ではモジュラービルディングモデルかなと思っていて、先ほどの11月発売予定のボタニカルガーデンと同じく、このレゴアイディアの製品化プロジェクトにて今までずーっと採用されてこなかったモジュラービルディングモデルが続けて審査を通過するというこの流れ、めちゃくちゃ嬉しく思いますし、ほんとこのモジュラーシリーズが大好きな方にはたまらない展開が続いています。さらに前回の製品化審査にて、こちらのディズニーピクサールクソージュニアという作品、製品化するための審査を続けているということでしたが、まだ現時点でも審査中ということなんです。ただ最終的な確認段階に入っているということで、この作品ももうここまで来たら製品化決定しちゃうんじゃないかなと勝手に予想しています。皆さんは今回の製品化が決定した2つの作品いかがでしたでしょうか。いや待ってました、これは嬉しい、いやいやこっちの方が欲しかったなぁなんていう意見など、ぜひぜひコメントで感想を教えてくれると嬉しいです。続いては新作情報になりますが、本日はお休みです。ということでレゴを買うならちょっとでも得しちゃおうということで、キャンペーン情報を見ていきましょう。レゴ公式オンラインストアにて2024年8月16日までレゴ製品を1会計1万2000円以上の購入でこちらのトロフィーがもらえるキャンペーンがスタートしています。こちらのセットは6月にも配布されていたんですが、今回また購入者特典として再び配布されることになりました。さらには同じく2024年8月16日までレゴ公式オンラインストアにてレゴインサイダーズメンバーはポイントがいつもより2倍もらえるキャンペーンも実施されています。このインサイダーズメンバーはレゴ公式オンラインストアに会員登録するだけなので、とっても簡単に誰でも登録できますし、購入した時にもらえるポイントで割引クーポンや非売品の
のレゴのセットなどと交換することができたりと、お得なこともたくさんあるので、まあ皆さんはね、もちろん登録しているかと思いますが、もしかしたらこれからレゴを始めようかなと思っている方もいるかと思いますので、ぜひ気になる方は概要欄にある URL からチェックしてみてください。さあどんどん行きましょうと、その前にこの動画がいいなって思っていただければチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。下にあるグッドボタンでできます。それでは次行ってみましょう。ここからは今後発売されるかもしれないリーク情報を見ていきます。まずは2024年新シリーズとして展開されることが正式発表されています。西の魔女と南の魔女の友情を描く映画ウィキッド。こちらをテーマにした新作セットの画像が届きました。75681、グリンダとエルファバ、ネスタローズアットシズユニバーシティ304ピース。75682、グリンダとエルファバのフィギュア558ピース。75683、グリンダとエルファバのドミトリー740ピース。75684、ウェルカムトゥエメラルドシティ945ピースと以上になりまして、すでに予告されていた通りミニフィグではなくミニドール仕様の3つの新作セットと、あとはアクションフィギュアモデルのセットが1つと、合計4つの新作セットが登場します。僕はレゴフレンズなどのミニドール仕様のセットは購入することも非常に少ないので、そこまで大きな驚きや感動は正直あまりないんですが、ただちょっと今回のこちらのアクションフィギュアモデルはちょっとびっくりしています。というか今までのレゴ製品ではあまり見かけたことのないタイプのような気がしていて、もちろんレゴマーベルなどではスパイダーマンやアイアンマンなどアクションフィギュアモデルたくさん登場しているんですけども、なんかこの何と言いますか、今回のようなドール系のアクションフィギュアって見慣れてないからか新鮮すぎちゃって、第一印象としては互換品で発売されていそう。続いてはレゴハリーポッターです。2024年に発売が予定されているレゴハリーポッターシリーズの大人レゴ、すでに情報がいくつも確認できています。製品番号が76437、2405ピース259.99ドルの隠れ穴。このセットの画像も届きました。こちらになります。ウィーズリー家の住居でもあり、レゴでも何度か登場している隠れ穴。ちょっと画像の解像度は低いんですが、大人レゴクオリティで再現されているのは確認できます。ミニフィグと建物の大きさを比べてみても、今までの隠れ穴のセットとは段違いのスケール感で、建物の歪みっていうんですかね、斜めになっている部分もよりクオリティ高く作り込まれていますよね。発売日も9月1日ということなので、もう間もなくレゴ公式から正式発表されると思いますので、購入者特典も含み楽しみです。さらにここからは人気シリーズの2025年の新作セットのリーク情報ということで、今回は引き続きレゴハリーポッターを見ていきましょう。2025年1月発売見込みとして、こちらの7つのセットが登場予定。英語名だと分かりづらいので、日本語に訳してみるとこのようなセット名で、まずはこちらのホグワーツ城決闘クラブ。なんとレゴハリーポッターシリーズがスタートした2年目になります。2002年に登場した以来の新作セットとなります。同じくセット名にホグワーツ城が含まれている、こちらの呪文学の教室というのもラインナップされていて、おそらくなんですが、2024年の6月に発売されました。ホグワーツ城大広間の土台部分に取り付けることができた魔法薬学のセットのような新作になるのかなと思います。そしてもう一つ、ホグワーツ城飛行訓練というセットもありますが、こちらはホグワーツの中庭での授業のシーンが採用されると思うので、もしかしたらホグワーツ城の大広間のセットに中庭が拡張できる新作とかだと、それはそれでホグワーツをさらに巨大化できるということで楽しそうですよね。続いてはこちらのハグリッドとハリーのモーターサイクルというセット。確かミニフィグスケールではハグリッドのサイドカー付きのオートバイは登場していないと思うので、レゴ初登場になるかなと思います。そして同じく乗り物をモデルにした新作としては、すでにレゴでは何度か登場しています夜のナイトバスも再びラインナップされていますね。続いてはこちらのダイアゴン横丁魔法使いの店で、ここ数年で毎年追加されていますセット名にダイアゴン横丁がついた新作セットは2025年も登場する予定で、現時点では魔法使いの店という情報だけなので、どのお店が採用されるかなどはわかりませんが、このセットはなんといってもピース数が2750ピースという大型セットになるので、もしかしたら大人レゴ仕様になるかもしれないですよね。最後はこちらのマルフォイの館。もちろんレゴでは初登場と
となる建物で、ピース数も1000ピースを超えているので、大型の建物ではないものの、ホグワーツ城の大広間とそこまで大差のないピース数でもあるので、このぐらいのスケール感は期待できる。こちらもすごく楽しみなセットになるかと思います。以上、こちらの7つのセットをご紹介しましたが、年始めにこのレゴハリーポッターから1000ピース超えの大型セットが登場することって、ここ数年なかったと思うので、2025年のレゴハリーポッターシリーズ前半戦からだいぶ飛ばしてくる、とっても楽しみな展開が待っています。はい、ということで新作セット情報、キャンペーン情報、リーク情報をギュッとまとめたレゴのニュースをお届けしました。皆さんは欲しいな、気になるなって思うセットはありましたでしょうか？ぜひぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。